大学別トイック平均スコアランキング、大学としては絶対圧倒的トップだろうと思ってる、はい、関西外国語大学、聞いたことある、外国語専門学校、高校の英語教員のトイック平均スコア低い。さて始まりました、もちチャンネル。さあ今回は大学別トイック平均スコアランキングを見ていきたいと思います。はい、各大学がね、いろいろと出している大学の平均ですね。まあ学部別になってるところもあったりするので、学部のものになっていることもあります。はい。ただ、やっぱ母数とかはね、結構違ったりするんで、これが確実だとかね、言えるわけでもないですし、まあ受けてない人がいたりとか、測り方も違ったりするので、アンケートしてたりとか、まあ実際 IP テストでみんなが受けてとか、そういうのもあったと思うんですが、見ていきましょう。はい。では行きます。まずはですね、TOEIC 900点以上のところが平均ですよ。平均が2つありますね。はい、つまり1位と2位になりますが、1位938点、上智大学国際教養学部と、もうまあ上智の国際教養ですから、はい、英語がっつりできる人たちだらけですからね。全体平均は732点ということで、まあ大学の平均は732点ということですが、まあ、やっぱ高いね。900超えが当たり前。まあ上智大学ね、まあいろんな試験今までも受けに行ったことあるんですけど、まあネイティブガンガン歩いてるからね。そう、バイリンガルの人たち普通に喋ってるよ英語で。そんな、なんか第2位、まあこれが実質1位だと私自身は思っていますし、大学としては絶対圧倒的トップだろうと思ってる、はい、国際教養大学です。全体で920点、さすが国際教養大、圧倒的でしょ、だって英語だもん授業。さすがですね、圧倒的です。まあバイリンガルの人がほとんどじゃない、やっぱだからね、英語を一番やりたいんです、英語に特化して勉強したいんですっていう人には、まあおすすめするのがここですよね。まあ、まあ国際教養大、国立だったらねおすすめするし、私立だったらまあ上智の国際教養を勧めることが多いです、自分自身も。あとはまあ早稲田の国際教養とかね。はい、続いて800点以上いきましょう。なんで第3位877点、東京外国語大学外国語学部英語学科。はい、当然ですよ、まあ、圧倒的英語ですからね。国立の中ではまあ国際教養大がない時代はやっぱここが英語系トップと言われてましたからね。全体平均は719点ですから、そうですね、英語以外の学科もありますからね。続いて第4位、国際キリスト教大学全体平均 ICU ですね、874点。はい、さすがやはり国際キリスト教大学です、 ICU。 まあ昔はねやっぱり私立の英語トップと言われてましたからね。バイリンガルも多いですよね。のね、甘え、スタディーン、この間までやってたみっちゃんだとかね。あとはマイルさんなんかもね、国際キリスト教大学ですね。続いて第5位、865点。で、上智大学外国語学部英語学科と。上智です。はい。まあ先ほどね、全体平均は732っていうのありましたが、まあ国際教養ができる前は、まあ次第 ICU と上智の外国語英語っていうのがやっぱり二大巨頭みたいなね、感じだったよね。はい、続いて823点。一橋大学大学院法学研究科。これが第6位です。ああ、まあ一橋の、まあ貸してるんじゃないかな、多分、トイックの点。学部の平均は619点ですからね。だいぶ高いね。続いて第7位800点。東京大学大学院文系。学部の平均は688。そうなんですよ。別に本気出せばね、絶対もっと高い点取るんですけど、東大生だから。まあ、あんま本気でやらないと思いますね、多くの人は。で、陰性になったら、まあ本気でやる人も結構多いので、高い点数になりますね。うん、ここまでが800点以上です。さあ続いて第8位、同志社国際教養学科3年次。あー、なんか必修かなんかにしてんのかね。783点。そして第9位770点、早稲田大学国際教養学部。はい、まあ、こちらもね英語での授業が多い、早稲田で英語やるなら国際教養っていうことね。もっと頑張ってほしいけどな。続いて762点、神戸市外国語大学外国語学部英語学科。そうなんだ、これが第10位。これも全部に貸してるのかな。続いて752点で11位が東京大学文化三類。お、全体平均は688点。まあ、いわゆる文学部とかどこですか。文化三類で、752か。続いて750点、12位が慶應義塾大学 SFC、総合政策学部と環境情報を合わせたものなんですね。まあ、慶應の中ではね、やっぱ SFC 外語が強いって言われますよね。続いてが732点で上智大の全体ですね。あ、もう全体平均でここやってきました。続いて725点、広島大学教育学部英語科。あ、そうなんだ、ここも必須にしてんのかな。続いて703点、東京大学大学院院生理系。もう理系が703点なんですね、うん、そして719点が東京外国語大学の全体ですね、が719点。
うん、まあここまで700点台ですから、まあいいと思いますね。こっから600点台なんで、うん、そうかって感じかな。まあ悪くないですよ全然。689点が青山学院大学を全体で、じゃあそれぞれのね英語系の人たちはもっと高いんでしょうね、平均ね、数値が出てないだけですからね。次688点、東京大学の学部で、667点が関西外国語大学外国語学部英語学科と。ははは、関西外国語大学、まあ、聞いたことあるな。で650点日本外国語専門学校、え、もうこれ貸してるんだろうね多分ね、みんな卒業のやつとかに貸してんのかな。649点広島大学医学部、もう医学部、うん、648点神戸大学、神戸大、国立ですね。641点同志社大学、あ、関西トップ。640点東京工業大学、あ、今はね力入れてますからね東工大もね英語に。636点千葉大学医学部、おー、はいはい、あ、まあそういえば細井先生受けさせられたとかって言ってた気がするな。で634点独協大学外国語学部英語学科、はい独協ね。で630点が立教大学同立大阪女学院大学、へえ。628点宮崎国際大学4年次で、628点京都大学、あ、ここで京大で、620点高校の英語教員の TOEIC 平均スコア低い。まあ分かりますね、これで私の990点というのとすごい差ですね。続いて619点一橋大学と、はい、617点中央大学、おお、ここでマーチきましたね。615点が明治、うんうん。続いて500点以上と、あ、600いかないとこですね。もう、600いかないんだったら、って感じかな。もう、別に、発表しなくてもいいんじゃないですかという感じだと思います。千葉大学薬学部、はい、599点。立命館大学、594点。あ、カンカン同立。神奈川県立外語短期大学、へぇ、580点。これも卒業に貸してんのかな。で、507点、宮崎国際大学3年次。560点、中学校の英語教員のトイック平均スコア、低い。低すぎる。だってもうこれ日本の平均とかいっちゃうじゃん、これ。560だって。いや、日本の平均レベルが教員ってやばくないですか ?550 点奈良女子大学。548点千葉大文学部。うん。544点千葉大法学部。538点広島大法学部。531点千葉大教育学部。524点金沢大学。518点千葉大学理学部。518点広島大学史学部。うん。511点千葉大法学部。509点広島大学文学部人文学科。504点千葉大学園芸学部、503点東京農工大、はいはいはい、農工大ね。千葉大と広島大みんななんか受けなきゃいけないのかね。499点千葉大看護学部、489点広島大学総合学部、また広大と千葉大、483点で長崎大学工学部、477点で埼玉大学2年次、もうちょっと頑張ろう埼玉、469点で白鴎大学経営学部3年次、465白鴎大学経営学部、446点広島大学工学部、440点広島大学生物生産学部、425点新潟大学1年次、418点香川大学、414点山口大学、411点埼玉大学1年次。あのね、もうこの辺はね出す意味があんまりないですよ。だって400点でしょ、簡単すぎるよ。まあちょっともうちょっと取ってほしいな。共通テストとかだってさ、やってたんだったらリスニングももうちょっとできてもおかしくないからさ、国立でこれはちょっとね、香川山口埼玉どうしちゃったの。300点ね出てんだよね、そんなの出す。381点日本大学文理学部英文学科、宮崎国際大学1年次、350点、332白鴎大学経営学部と、どうなのっていう感じだけどね。だってまあこのデータ出ているその2019年ですけど、大学生の平均点っていうのがこれなんですよ、568点なんですね。だからなぁ、どうなのって思うんですね。それでまあ、TOEIC の IP の方はただ違うんですよ。IP テストの方って無理やり受けさせられてるからみんな。だからもっと低くても。だから443点ですね。だからこの辺が平均ですね。で、それぞれの大学平均だと、1年生が427、2年生が438、大学3年482で、4年生が502点と。これは IP と公開テスト両方かな。IP って団体受験なんで、ね。まあちょっとまあ、悲しいかなっていう感じかな。当然発表してないところが多いので、こういう形にはなってしまうんですが、まあ実はねこれ以外にも別のデータがありますので、まあ、そちらもねいずれ紹介したいなと思っているんですが、はい、これは大学側が発表している、はい、ところなんで、発表しているところが非常に少ないので、まあこういう結果になってしまうって感じです。別の指標もあるので、まあそちらも発表できればいいかなと、まあこの動画が人気出ればねそっちも見ていきたいかなと思っております。はい、皆さんはどう思われますか。やっぱね600ぐらいないと履歴書書けないってよく言われたりしますけど、ちょっとねこれはねどうかなと思いますね。ちょっと教員のやつとか結構ショックだったと思います。はい、ちょっとがっかり。はい、ご視聴ありがとうございました。できぼこちん。